一番のアピールポイントはこの見た目です。料理を見た人がこれは何、中に何が入ってるのとびっくり、またワクワクするようなインパクトがこのパスタの一番の一押しポイントです。また中の北海道パスタがもちもちなことで中のクリームソースとよく絡み、濃厚で大変美味しいです。ソースにビーツを使用することで中にもインパクトを持たせました。ビーツは飲む輸血とも言われており、鉄分、ビタミン C や葉酸が豊富な野菜です。細胞を若く保ち、がんの予防やアンチエイジング効果にも期待ができます。2月はバレンタインシーズンなので、ぜひこのパリもちキュートなドームパスタを作ってみてください。